合同結婚式、合同結婚式、集団結婚式、集団結婚式,結婚式とは複数のカップルが合同して営まれる結婚式である。古くはマケドニア王国内の安定を図る目的でアレクサンドロス賛成によって紀元前324年自身や家臣の男性と制服部族の女性との英語版が模様された。現代ではな宗教的、 文化的背景のもとで行われている。1978年、音楽家フェラクティは27人の女性と合同結婚式を行った。テレビ番組、歌子、ケ介スのおもろい夫婦、エメロンナイトレディーファーストの企画として実施されたり、南新坊、ラッツスター、大阪、吉部など文化、芸能、スポーツ関係者が行ったもある。以下。 世界キリスト教統一神霊協会、現世界平和統一家庭連合によるものについて、衝述する。世界キリスト教統一神霊協会、以降、統一協会、統一協会と表記するの主催する、宗教的行事の一つ。正式名は、国際合同祝福結婚式。統一協会、統一協会の内部では、祝福と呼ばれる。統一教会、統一教会では、 人間の現在、罪の根本は人類始祖のアダムとエヴァ、イブがサタンを中心として愛の関係を結んだことにあるとしており、それを正すためには神を中心として男女が結婚しなければならないとしている。統一教会、統一教会の協議においてこの結婚が最も重要視される。1960年4月に3組の信者を祝福したのが最初で、 その後数年ごとに行われ、ほぼ毎回参加人数は増えており、2000年に、文鮮明は人類の半数にあたる4億組を祝福すると、話した。なお、組の数字は参加者の実数ではなく、統一協会は、ダミー団体を作って、純潔教育キャンペーンという運動を行い、純潔キャンディーと称する網を作り、韓国では幼稚園や、小中学校へ行って、タダで配り、 日本では、街頭で配り、受け取った人を参加者としてカウントしていた。早々期は、目の前で教祖がカップルを指名したり、信者に希望する相手を書かせたりもしていた。1988年頃から、参加人数が多くなったこともあって、写真を見て、カップルを決めるようになった。未婚の男女が、文鮮明に写真を送り、マッチングをしてもらった後、統一協会、 統一協会本部から、相対者、婚約者のこととなった相手の写真が送られてきて、約婚式が行われる。合同結婚式後の、初めての成功は、一定期間禁止されている。米本和弘は、最近では式を挙げても33歳になるまで家庭を、持つことを禁じられていると述べている。また米本は、最初の成功に際しては3通りの大意とその、 順番が決められていると述べている。米本は、文鮮明は、人の性格、運命、長所、短所及び血統的因縁や課題まで見抜く力を持っているとされ、自分の思いのままに結婚すれば、行く先は地獄であり、自分の思いのままにでなくて結婚すれば、行く先は天国なのですと言っていると述べいる。当人の欠点を補う相手であることに加え、 先祖からの因縁や問題のすべてを生産できる夫婦となるにふさわしい相手を推薦するという統一教会、統一教会は理想の家庭を築く運動だとアピールしており全国霊感商法対策弁護士連絡会は洗脳された信者は文鮮明が指定する相手であればどんな相手でもいいという気持ちになっている信者同士が結ばれる本来の祝福の他に 既婚者で祝福を受けた場合を、帰省祝福、夫婦いずれかが死亡している場合を、独身祝福という、1997年までは、伴侶が絶対以前例ではなかったためといわ、現在は、霊肉会祝福という。また、一時は伴侶に先立たれた信者を、他の信者と再婚させ、夫婦として祝福する、医労祝福というものもあったが、文鮮明は、本来の原則にはないものとして、 行わなくなくった近年は、見合い形式で伴侶を探して、祝福を受けるようになっており、また、信者の子供たちは、親同士の計らいで結婚させることができるようになっている。このことはすでに祝福を受けた信者に限られているが、ほとんどの信者が祝福を受けるようになるので、ほとんどの信者の子供たちが対象である。1960年に、 第一回の合同結婚式が行われて以来、教団の発表では参加者数は回数を重ねることに増えているようだが、九百九十七年以降からの祝福は参加条件が次第に緩くなった。必須条件とされた事前の七日間断食や二十一日、修練会への参加や、例の子、自分が伝道した信者を一定数持つこと、三年以上の献身生活、出家、 女性の年齢が23歳以上等の従来の条件が緩和、うつつは18歳以上、高卒以上で、親権者の同意必要、ただし家庭出発できるのは33歳以上が、緩和ないし撤廃され、一度破局した者の再参加や、既婚者で相手の十分な了承なく一人で参加することや、教会員にならなくても、教祖メシアとして受け入れれば、 他の信仰を持ったままでの参加も許されるようになった。また参加せずとも、競技場を飲むことが必須であるとされる、生死を意味も地図に飲まされたり、生死を雨にしたものを舐めただけの人まで、カウントされたりしたこともあるため、実質上の数は不明である。合同結婚式で結婚した夫婦の間に生まれた子は、神の子、祝福子女、祝福二世と呼ばれ、そうでない子、ヤコブ、 信仰二世と区別され、神のこと、ヤコブは、競技上、血統が違うということで区分され、両者がカップリングされることはなかった。しかし、祝福二世として生まれたにもかかわらず、祝福相手と、別れて結婚できないケースがあるなど、文鮮明の選んだ相手との婚姻の義務、日本国憲法第24条の問題が薄れるにつれて、子女の不信心が芽生えてきたとも言われる。近年は、 次世代協会づくり資料を作ると、子女教育に力を入れている。日本協会ではそのための本部の機構改編も行われたと言われ、子女の故障も従来のように、祝福にせい、信仰にせいと区分図、単に二世と呼ぶように変わった。合同結婚式後に6500人の日本人女性が行方不明になり、被害者家族が捜索を訴えるなどしており、 全国霊感商法対策弁護士連絡会は反社会的違法行為であり強く反対するとの声明を出しているが韓国で多くの統一協会の日本人花嫁を取材したジャーナリストの米本和弘はほとんどの花嫁が日本の家族と頻繁に連絡を取り合っている事実を知り6500人が行方不明とする発表は政治的なプロパガンダ 宣伝工作もしくは政治的デマゴギーに過ぎないと述べている。韓国人男性が日本人妻の母親を殺害、フィリピン人男性が日本人妻を殺害する事件が起きている。ただ、家庭連合、家庭教育局に報告されている国内、家庭出発者、総計4万93名のうち、現在離婚している離婚者数から算出、2015年11月24日。 自転した離婚率は1.7%となっており、国勢調査、人口動態調査から算出した国際家庭の離婚率と比較すると低い。1998年当時で参加者には参加費30万円と感謝献金140万円が義務付けられ、この資金を作るため多くの参加者が家族や知人に嘘を言ったり、重労働や違法行為により用意したりしており、 過去には資金を用意できなかった信者が強盗事件を起こしている。ただ、これも教育の指導者によって違い、すぐに払えないという人には収入の10分の1を毎月払う等の形も取られている。米本和弘は日本人女性と結婚できることを売り物に韓国人男性信者を集めており、日本人女性が図鑑してみると相手の韓国人男性が 教団に禁止されているはずの飲酒や喫煙をしていたり、中には愛人や妻子がいたという悲惨なケースもあると述べている。信者が親などに連れ戻された時に夫婦として人身保護請求できる権利を得るためとか、外国に入国し、長期間滞在するために、夫婦としての生活の実態がないのに便宜的に婚姻届を出させることの批判もあり、元信者の一部は裁判所に、 婚姻の無効を求めた申し立てをし、すでに40件以上の合同結婚式の相手との入籍が無効である旨の裁判所の判断が確定している。2006年より韓国で統一協会、統一協会の合同結婚式に参加した後、行方不明になった日本人女性6500人の捜索が韓国協会に要請されているが、ジャーナリストの米本和弘は、 韓国統一協会の活動内容や形態は日本人同士が集まる会合であるという以外、日本の主流キリスト教会とほとんど変わりがないことから信者が行方不明になりようがないのであると述べ、なぜ創作を韓国協会に要請しなければならないのか理解に苦しむと言っている。日本人女性参加者に関して言えば韓国などの男性にとつぐケースも多いとされている。 米本和弘は、統一協会、統一協会では、中絶が認められていないため、年後が、やたら多く、また小沢さんである傾向があると述べている。副家庭が持つ、子供の数の平均値は2015年11月16日の、時点で2.1人となっている。国内マッチング宿副家庭数は18,033組で、あり、子供の数の平均値から、 信者の2世の数を推測することが可能であ、数万人と予測できるが、実態は分かっていない。なお、家庭連合、家庭教育局に報告されている国内、家庭出発者は、総計4万93名となっている。家庭出発者とは、祝福合同結婚式に参加した上で、実質的に結婚生活を始めた1世、2世、既成祝福を含む家庭を指す。なお、 家庭連合の公式サイトでは、離婚率は1.7%となっている。米本和弘の書籍では、神の子の父母、信仰一世は熱心な信者であることが多いと、述べている。聖和式や JSTF、ジャパントップガンカレッジに参加する二世もいる。また物心つくと統一教会、統一教会の活動に組み入れられる場合もあり、アメリカに、 養子育二世も存在している。また米本は、ベビーシッターや、家政婦として二世の世話を任せられた信者は、家庭崩壊で、子供が、健やかに育っていないのを目の当たりにして、その後例外なく退会したと述べている。米本は、合同結婚式で結ばれた家庭は、ほぼ全家庭が、多額の献金が原因である借金を持っていると述べている。なお、 家庭連合に所属しても会費はかからないが、キリスト教会と同じように収入の10分の1を現金することを奨励している。教団公式ホームページなどから抜粋。参加者の数字はあくまでも、教団の発表、教団の期間紙、ファミリー2000年1月号であり、その内容については、前説を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。